今日はどんなお料理ですか？はい、今日はエビトーストを作ります。エビトースト、はい、エビトーストっていうのは伝統的なお料理ですか？はい、そうですね、結構うちで作る料理です。あ、ご家庭で、はい、そうですね、よく食べられるものなんですね。はい、そうです。エビのプリプリ感がたまらない一品です。サイズはエビ塩で入れて、はい、で揉みながら、エビの臭みを取るために塩を振りよく揉み込んだら、ボウルなどに移し水洗いします。それをキッチンペーパーに広げ水気を切ります。今回タイのお料理ですけども、エビはよく使うんですか？はい、そう、エビよく家で使いますね。そうですか。はい、そしたらフードプロセッサーに入れます。はい、下処理したエビ、片栗粉、生パン粉、サラダ油、酒、砂糖、醤油、ごま油、塩コショウを入れ、フードプロセッサーで混ぜ合わせます。ここでは食感が残る程度に混ぜ合わせるのが美味しくするポイントなんです。食感の耳が落とします。はい、耳を落としたらマーガリンを塗ります。はい、そしたらエビペーストを入れます。はい、これはどのくらいのせるもんですか？4カットして、ほう、だいたい40グラムぐらいですね、一つの。隙間なく埋める感じですね。はい、そうですね。はい、ガスグリル焼きます。あとはガスグリルに入れて焼くだけ。アルミホイルの上に乗せ、上火強、下火弱で3分ほど焼きます。エビの色が赤くなってきたら食べ頃です。スイートチリソースを添えれば完成。このエビの赤い色が綺麗ですね。プリプリ。このパンは表面がパリッと、でも中はふわふわしてますね。でエビがすんごいギュッと詰まってます。ぎっしり入ってますね。もうものすごくエビの風味が強いです。今回このペーストはパンに塗りましたけども、あのペーストだけでもいろんなお料理に応用効きそうですし、もちろん前菜としても、あとこうやって手軽に食べられるんでおつまみにも良さそうですね。炎で料理ショー、次回はアボカドフライです。お楽しみに。